まとまってきてるなっていうところは感じましたよね。そして大量失点もシーズンの中でありましたけど、その守備の部分がだいぶこうまとまってきてるなっていうところは感じましたね。前半の45分は広島ボールで始まろうとしております。左にエンドがホームの大分、右にエンドがアウェーの広島です。キックオフです。2020明治安田生命 J1 リーグ第18節。ここも渡り追っていきますが、キーパー林です。さあここは岩井少し持ち上がっていきます。さあ長い長い折り返して東、ヘディング、まあ、井林から永井、永井の特徴ですね、やはりこう前の前向いた時は早いですね。そしていいクロスから最後東、まあ、これしっかりとね叩きつけましたけどね、ちょっとこう意識は叩きつけてるんですけどね、若干広島茶島の良さも消すっていう意味でもありますからね。さあ、あとちょっとドーグラスビーラが先に触る、森島、広島先制は森島の左足。これまあ処理の部分だったと思いますね。アバウトなボールで、ここ本当行くのか行かないのか迷ったところでしたね。まあ、非常に難しいんですけどね、膝から下の振りコンパクトに振り抜いていいコースに飛びましたね。まあ、これも多分ドグラスのリーチの長さとか、まあそこら辺をちょっとこうディフェンスが、ビエラ残す、そして川辺狙うか、川辺のシュート。まあでもやはりビエラが入るとああいう形がね、少しこう左には欲しい。そしてここは一度田中、さあ仕掛けるか、田中達也、田中達也、田中達也シュートに決まった。3試合連続ゴール中の田中達也振っていきました。インサイドで少しこう巻いた速いボール、キーパーの、ね、前でこうショートバウンドするような処理、難しいボールですよこれ。さあここ、ビエイラ胸コントロール、チャンスになる広島、ビエイラ2点目、広島0対2。最後取りましたね、この出し手と受け手のタイミングですね。間少しちょっとこうなんかあのトラップどうかなと思いましたけどね。試合終了の笛です。サンフレッチェ広島が0対2。